ネリクリネリクリは、鹿児島県、宮崎県の郷土料理。地域によっては、熱っタボ、熱っタクリ、辛いももちなどとも呼ばれる。江戸時代から作られていた料理とされ、茹でた餅と蒸した、さつまいもを合わせて作る、いももちの一種である。正月に余って、硬くなった餅や、水餅などを使って作られ、食べる時にはきな粉をまぶして食する。宮崎県では主に、 都の城市付近で食されるという。洗った後、皮を剥いて、粗く切った、さつまいもを鍋に入れ、ひたひたからかぶるくらいの水を張って茹でる。さつまいもが柔らかくなり始めたら、餅を加えて、さつまいもと餅が柔らかくなるまで茹でる。茹で上がったら、お湯を切り、塩少々を加えて、すり鉢で丁寧につき混ぜる。さつまいもと餅がムラなく、混ざったら、適当な大きさにちぎり、 きな粉をまぶして食べる。別に小豆あずきあんを作っておき、中に入れる場合もある。ABC 豊田健次監修、九州だから午前物語美味しい郷土料理大事典、西日本新聞社、2006年、75ページ AB、練りくり学校給食レシピ、株式会社 SN 食品研究所、2020年12月1日閲覧、練りくり JA 宮崎経済連、 www.k.mz-ja.or.jp2020 年12月1日閲覧全国料理研究会ヒーラー議会日本の郷土料理ドメス出版1974年340ページ練りくりみんなの今日の料理ありがとうございます